疲れ様でした。どうもご来場いただきました皆さん、朝日おさくり祭り2023お楽しみいただけましたでしょうか。どうもありがとうございました。また出演の皆さん、本当に日頃 の練習の成果を存分に発揮していただきまして、皆さんにですね、元気と笑顔とそして感動を伝えていただいたんじゃないかと思います。この後区民センターのですね、予定とかをご紹介しようかなと思ってたんですけど、全然そういう雰囲気じゃないので、そこはこのパンフレットの資料に書いてますので、プログラムをまた参考にしていただきたいと思います。また職員一同ですね、努力して皆さんが来やすい楽しい区民センターにしてまいりたいと思います。本当に今日はありがとうございました。また来年こういう形でですね、お会いしたいと思います。それを楽しみに、また皆さん頑張ってください。ありがとうございました。